柱上酎とは、江戸時代初期に存在した日本酒の伝統的製法用語の一つで、米上酎やカストリ上酎を醸造する日本酒の諸見や醸造した新酒に加える技法のこと。安全醸造の確立する前、すなわち明治時代の中頃までは一般的に普及していた。銅猛酒造機に醸造した酒に焼酎を入れると味がシャンとし、足強く香というくだりがあり、 それをもって、柱上駐と名付けられている。足強くコーとは、腐りにくい、不像しにくくなるという意味に読み取れる。実際に、江戸時代を通じて、酒造りは不像の危険と、背中合わせのリスクの多い事業であったため、不像を防ぐためアルコール度数を高めるべく、焼酎を酒に添加していたと考えられる。この状況は安全醸造が確立される、明治時代まで変わらず、 明治中期ですら仕込んだ酒の10%は不増して出荷できないとの計算の下で酒蔵の経営は行われていた。同毛酒造機は江戸時代初期の観光にかかわらず、道書は江戸時代全般を通じて質、量ともに最高の内容を誇るとされる酒造指導書である。著者は不詳であるが、当時の伊丹における河野池流の酒造技術について述べてあることから、 その流派の当時が表したものとの見方がなされている。味がシャントシとは、すなわち味が締まる、辛口になるといった意味に読める。したがって、現在の日本酒の製造工程におけるアルコール添加の原型であるとする指揮者は多い。これはすなわち、今日のアルコール添加は、柱上中にまで遡ることができる、伝統的な技法であるとする立場である。 当時は現代のような醸造アルコールを作ることができなかったので、せめて当時に存在するアルコール度数の高い飲料である焼酎を用いたのだという考え方である。これに対して今日のアルコール添加の原型に柱焼酎という伝統的な技法を見ることはできないとする立場がある。それは次のような理由による。江戸時代の日本酒は現代の平均的な清酒,酒に比べると、 はるかに甘く重く、ちょうど今日のみりんのような樹質であった。これを、ちゃんとさせるのと、現代のすでに十分に辛い日本酒に、外から別のアルコール成分を入れるのとは、意味が違う。柱上中は、不造を防止するのが目的であったが、安全醸造が確立されている今日では、不造の危険は、ほぼ考えなくて良いので、その目的においてならば添加する必要はないはずである。現に、 今日のアルコール添加は別の目的で行われている。銅毛酒造機には、まず質の良い米蒸中の作り方から書いてあり、その技術通りに作れば、原価も手間も大いにかかる。原価や手間を省くために、アルコール添加を行い、それを銅毛酒造機に書いてある柱蒸中の原内版だと主張するのは、筋が通らない。以上のように、 柱上酎と現代アルコール添加の関係性については評価が分かれているが、傍らでは、江戸時代の柱焼酎、すなわち、銅毛酒造機に書いてあるような、まず米上中から作って、それを醸造酒に添加する方法でアルコール添加している日本酒も作られている。ありがとうございます。